衝撃、羽生結弦、エストポリス・電気にで新たな境地へ。自ら演出振り付けを手掛けた圧巻の舞台がここに。光の玉が追いかける彼の奇跡。羽生結弦の最新プロジェクトである、エストポリス・電気キのライブ配信は、彼のファンにとってまさに待ち望んでいた瞬間でした。このライブ配信は、羽生がフィギュアスケートの枠を超えて、新たな挑戦を続けていることを証明しています。このプロジェクトは、 ただの演技ではなく、彼のクリエイティブな才能が前面に出た作品であり、視聴者に驚きと感動を与えるものでした。ライブ配信が始まると、視聴者はすぐにその魅力に引き込まれました。光の玉が羽生の後を追いかける演出は、まるで彼の奇跡を象徴するかのようであり、観客に深い感動を与えました。エストポリス・デン・キニの楽曲と羽生のパフォーマンスは、見事に調和しており、 視覚覚と聴覚の両方で圧倒される体験を提供しましまたこのような演出は単なるスケートのパフォーマンスにとどまらず羽生が意図したメッセージやストーリーを伝えるための重要な要素となっています特に注目すべきは羽生自身がこのプログラムの振り付けを手掛けたことです彼の独自の解釈と即興のパフォーマンスが織り交ぜられたこの作品はフィギュアスケートの新たな可能性を示すものであり 従来の枠に周割れなないいクリエイティブな表現を追求していますこの点において彼は単なるアスリートを超えてアーティストとしての地位を確立しつつあるといえるでしょう。また羽生が自ら撮影や編集にも関わっているという事実はこのプロジェクトが彼にとっていかに大切であるかを物語っています。彼は常に最高の結果を追求しそのために必要な努力を惜しみません。 このプロジェクトに対する彼の情熱と献身は、作品全体に反映されており、視聴者はそのエネルギーと努力を感じ取ることができます。このライブ配信の中で、羽生は単にフィギュアスケートの技術を見せるだけでなく、彼自身の物語を語る方法としてスケートを使っています。光の玉の追随や演出の細部に至るまで、彼のストーリーテリングの技術が随所に見られ、視聴者に深い印象を残しました。特に 彼が青森を舞台にしたパフォーマンスを通じて地域に対する愛情や敬意を表現したことは、彼のファンだけでなく、地域社会にも強い共感を呼び起こしました。羽生結弦は、単なるフィギュアスケート選手ではありません。彼は自分の身体能力と想像力を駆使して、視覚的にも感情的にも豊かな表現を生み出すアーティストです。エストポリス・電機キのライブ配信は、 彼の新たな一面を垣間見ることができる貴重な機会であり、彼の未来に対する期待感をさらに高めるものでした。このように、羽生のプロジェクトはフィギュアスケートの新たな可能性を切り開くだけでなく、彼自身が持つ多面的な才能を世界に示すものでした。彼の演技、振り付け、撮影、編集といったすべての要素が組み合わさり、唯一無二の芸術作品を作り上げたのです。この作品を通じて、 ハニューはスケートの枠を超えて、自分自身の表現を追求し続けています。彼の次なる挑戦が何であれ、私たちはその瞬間を待ち望み、彼がどのようにしてさらに進化し続けるのかを見守りたいと思います。彼の情熱と努力が生み出す新たな作品に期待し、彼がこれからもフィギュアスケート界だけでなく、広く芸術の分野においても影響を与え続けることを確信しています。エストポリス・電ンキのライブ配信は、 羽生結弦がいかにして新しい領域に挑戦し続けているかを示す一例であり、彼のクリエイティブなビジョンがどれほど広がりを持っているかを証明するものでした。ファンにとって、このプロジェクトは彼の成長を感じ取ることができる貴重な瞬間であり、彼の未来に対する期待をさらに高めるものとなりました。羽生結弦がエストポリス電機にのライブ配信を通じて示した新たな挑戦は、単に彼自身のスケート技術や表現力を披露するだけでなく、 彼の芸術家とししてのの側面をより一層際立たせました。せま彼の演技に込められたストーリーやメッセージは視聴者に深い感動を与え彼の表現力がフィギュアスケートの枠を超えていることを証明しています光の玉が彼を追いかけるシーンは彼がこれまで歩んできた道のりやこれから進むべき未来を象徴しているかのようで視覚的に非常に印象的でしたさらに羽生が自ら振り付けを手掛けたこのプログラムは 即興のパフォーマンスが含まれており、彼のクリエイティビティが遺憾なく発揮されました。この即興部分は、彼がその場の感情やインスピレーションをどのように演技に反映させるかを示しており、彼のパフォーマンスがいかにして観客とのリアルタイムなコミュニケーションの一部となっているかを感じさせます。こうした即興の要素は、彼の演技に一層の深みと人間味を与え、視聴者に強い共感を呼び起こしました。また、 羽生が自ら撮影や編集にも関与したという事実は、彼がこのプロジェクトに対してどれほどの情熱を注いでいるかを物語っています。彼は自分のビジョンを完全に形にするために、すべての工程において自らの手で関わり、細部に至るまで徹底的にこだわりました。このような姿勢は、彼が単なる演者にとどまらず、作品全体をプロデュースするクリエイターとしての側面も持っていることを強く示しています。 青森でのパフォーマンスは、地域社会とのつながりを深める意味でも重要なものでした。羽生は常に自分のルーツや地域社会への感謝を忘れず、その思いをパフォーマンスに反映させています。このような姿勢は、彼がただのアスリートではなく、コミュニティの一員としての自覚を持ち続けていることを示しています。彼の演技を通じて、青森の文化や魅力が全国に発信され、 地域の活性化にも寄与していることは間違いありません。羽生のフィギュアスケートに対するアプローチは、スポーツとしての側面だけでなく、芸術としてのフィギュアスケートを追求するものです。彼の演技は、技術的な完成度だけでなく、感情の表現やストーリーテリングの技法を駆使したものとなっており、観客に対して深い感動とインスピレーションを与えます。エストポリス・電機にのライブ配信においても、 そのような彼の芸術性が遺憾なく発揮されており、観客は彼のパフォーマンスを通じて、新たな視点でフィギュアスケートを楽しむことができました。このように、羽生結弦の挑戦は常に進化し続けています。彼は新しい技術や表現方法を取り入れることを恐れず、自らの可能性を広げ続けています。エストポリス電機2のプロジェクトは、彼がどれほどの情熱と努力を注いでいるかを示すものであり、 その結果として生まれた作品は、単なるスケートの演技を超えた、一つの芸術作品として高く評価されています。彼がこれからも新たな挑戦を続け、さらに高みを目指していくことは間違いありません。そして、彼のファンや観客もまた、その進化を目の当たりにすることを楽しみにしています。羽生ズルの未来は、その無限の可能性とともに広がっています。彼が次にどのようなプロジェクトに挑戦するのか、 どのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、期待は高まるばかりです。彼の歩む道は決して平坦ではないかもしれませんが、その道の先には、彼が描く新たな世界が広がっていることでしょう。私たちもまた、その道を共に歩み、彼の成長と成功を見届けることができることを、心から楽しみにしています。このようにして、エストポリス電機にのライブ配信は、 羽生が新たな領域に挑戦し続ける姿を示すものとなり彼のクリエイティブなビジョンが広がり続けていることを証明しました。ファンにとってこのプロジェクトは彼の成長を感じ取ることができる貴重な機会であり彼の未来に対する期待をさらに高めるものとなったのです。